はい、どうもパチモス協会でございます。というわけで今回もマインクラフトやっていきたいと思います。今回はですね、我が家このね、この僕のこの可愛らしい家、耳つけましたけど、この家のねことをやっていこうかなと。さすがに土の民やといえばね、やっぱもうちょっとこのね殺風景な家をねなんとかしていきたいということでね、2階とかその辺もやっていく、この辺ぐらいに2階作りたい、まあ、だけどまだ土のね民ですんで、ここら辺はもう、土ですよ、まあ、とりあえず土で作りますよ。土でやっていこうかな、こういうふうにね作っていきたいと思います。あとですね、今日はもう一個やることは、ベランダ、こっち側にね見晴らしのいい、なんかゴロゴロで見晴らしのいいベランダをね作ってみたいななんてね思ってます。ちょっとね住まいにもねこだわっていきたい、いくら土といえどね、そういうこだわっていきたいなと思ってます。よし、やっていきます。土ですよ、土の家。もうええ加減さ、石とかさ鉄筋とかにしたいとこやけどさ、コンクリートの家にしたいんやけどな、ほんまな。というわけでね、ここのところに2階を作ります。でですね、ちょうどここ地下に降りる道があるんで、ここのところを階段として利用していこうかななんてねちょっと思ってます。あ、気持ち悪さなわけで、丸石を積む。あ、土の民がな、石使うというちょっと贅沢やけど。でね、階段ね、この辺の階段つけていきましょう。サクッとね、こう引っかかりやるわ。引っかかりなく上がりたいし、ここのところも頭打ってるわ。こういうのもなんかもうちょっとスムーズにいけへんのかな。こうね、なんかサクッと上がれるような感じで。違うし、そんな目の前に階段いらんし、ここや。ここね、ここに置いて、で、ここもいいし。で、これだ、どうしたらいいの？これ横にこう、カンカンっていけるか。ああ、ちょっと一段しくじった感あるな。ここで上がってたかったな。ちょっとこれやり直そう。もう一段奥からにしようか。ここね。ここでも上がってたよね、それは。だけどもやっぱここは土ですよね、やっぱりね。土の民とすればまだ土の世界から脱出できない俺からすると、これまたこう頭ぶつけんじゃないの、これ上がれないね。そこにこうよし、これでほらさーっとさーっと上がれるようになりました。じゃあ、ということで、ここのところね、フロア作っていきたいと思います。よし、頑張ろう。やっぱね、大事ですから。家っていうのは、個性ですから。ね。無難なところでよければ、もうマンションでいいんですよ。あ、家、後ろ開いた。マンション住めばいいんですよ。はい。でもね、私はね、一軒家。なっつったってね、人生のね最大の買い物、一軒家をやっていきたい。でこれバーッと上がれると、よしよし、フロアでけたで。ちょっと空き潰しだけしとこうかな、一応念のためな。はい、これ四隅つけるぐらいで多分いいんや。おお、見てこの見晴らし、爽快ですねこれ。ほらベランダはだけど俺ここに作りたいんやけど、ここがちょっと危ないやん、落ちるやん、落ちそうやん、ちょっと耕さへんし、これよし、ここのところは柵しとこうかな、落ちないようにね、安全設計。はい、まあバリアフリーとかにもしたいけどな、優しさ設計しとこう。こうね、ほらこうしてね、階段としてね成り立った。いい感じや。まあこの辺はちょっと丸石並べっか、軽くね。快適な住まい空間ね、プロデュースするか。これね、普通だってこういう家もそうやけどさ、こ
もうカフェになってるもんな。ここはさ、俺は一丁前にさ、石なんか使っちゃったからね、こうやってね、ちょっとなんかさ、一部なんか高級住宅地みたいになっちゃったけど、高級住宅地じゃない、高級住宅みたいになったけどね、億単位の家みたいになっちゃったけど、大理石ともな、これ丸石はね、クソほどあるんですね。だからほんと丸石の家にした方がいいんじゃないのみたいなね、いうぐらいの感じはすんやけど、するんですけども、まあ、もうちょっと埋めちゃうか。快適な住まい空間になりすぎたんちゃうかこれ。あ、ここにね、あ、こんなとこにかまどとかキッチンとかね、あら、おしゃれやな。そうしよう、ここにかまどとかちょっと置こうかな。もういろいろちょっと考えちゃうわ、こんな。あれ、穴がくか、いろいろ考えて夢広がるわ。ここで料理するか、うん、だからこれ穴開いてんだよな、これな。これちょっと穴開いちゃってるから、うん、ちょっと違うかな。まあだけどここまで埋めっか。じゃあここまで埋めてね。あかん、夢広がりすぎてやばい、進まへん。じゃあここちょっと、ここそうしよう、うん、そうしよう、夢広がりすぎてるわ。んでここね、この上に明かりなんてなもんをねつけまして、よし。それではベランダは、この辺からでっかな、ベランダね。ほらこっからね、なんか燃えてるけど大丈夫かな。ベランダはね、ちょっとこれ半ブロックちょっと出た感じでこうやるとね、こう作れたりするんですよ。落ちるかな、こういう向きね、こうね、これテクニックですよ。これちゃんと土に合わそう。はいはい、ほらね。だけどちょっと一段多かったな、俺的には一段多かった、もったいない。土が無駄になった。このちょっとしたこれね。あ、そうそう、これちょっとしたこれ。はい、でね、こうベランダをね、こう作っていきましょう。はい、ベランダ作っていきます。快適な、アホな敵どもがここから見下ろしてやるんですよね。あ、やっちゃった、ベランダいいですね。結構広いベランダやね、バーベキューできるぐらいの、うん、ベランダでね、バーベキュー結構有名ですよね。うん、あ、いいんじゃないの。もう一個出しちゃおうか、もう一個出しちゃいますかね。よし、 OK。 はいはい、うん、屋根裏部屋も欲しいな、もうこうなってきたらな。よし、ここね、柵しよう。あ、柵足りひんわ。で、柵していこう。落ちひんようにな。優しさ設計。こっから絶景が見れるようにね。はい。ほら、こう見えるんですよ。ほら、世界が。世界が見えますよ。うん。まだちっちゃい世界ですけどね。まだまだね。まだまだちっちゃい。脇潰しとこ。一応、ここで分かれても困るんでね。はい。一応最初ちょっとこれ置いとこうか。一応な、念のためな、作ってこう。よし、じゃあちょっとこれ破壊していこう。これじゃん、これちゃんといけるかな。あ、そう、ゾンビだ。アホみたいなゾンビがいるわ。ざまあ、お前んとこ飛んでいくの一番嫌やわ。ちゃんと俺落ちひんで、俺一番困るのはスケルトンが来られたら困る。今スケルトンが来られたら困る。あ、こいつ大丈夫かな。やばいやばい、やっぱりほらこいつやりよった。あいつ本当のボケ、お前ほんまふざけんじゃねえやんやろ、この野郎、バカ野郎、ほんと、もうあいつほんとやりかすわ。俺のお前なんやねん、ほんまたまらんわ。こいつ、あいつだけたまらんわ。あいつほんま俺の人生の邪魔しかせえへんわ。あいつ絶滅させたら、あいつほんとぶち殺してやろう。もう見るたびに殺せるような力を俺が欲しい。ふざけんじゃねえよ、本当に。お前あの野郎、俺の快適な住まい空間、お前何してくれとんねん。だからここもあいつ近づれけへんぐらい、これ掘ったろ。あともう掘ったろ、ここ全部掘ったろ。んーだよ、まあ、ふざけんじゃねえよ、あの野郎。あいつほんまあいつほんま、あいつほんまやで、もう。はい。あい、ちょ、お前、俺持ってへんねん、今、武器、ボケ、これやめろ。ちょ、やってまった、ちょっと。
ちょっと待って、やめて、やめてんか。いや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 、爆発した。ちょっと戻ろう。爆発で吹き飛んだ俺。アホどもこれ。危ねえ。危ねえ。もうなんだよ、つら、ほんとに。俺の住まい空間何してくれてんねん。刺さっとった俺。俺刺さっとったんちゃう、ちょっと。俺見ろ、刺さってるやんけ、俺の足に。足と手に刺さってるわ。俺はただベランダ作りたいだけやねん。これ、あ、これで、アホどもが。ちょっと、よいしょ、しちゃった、しちゃった。俺、あそこトラップ作ったから、昨日。あそこトラップ作ったから、俺。あのボケも帰れへんぞ。言っとくけど、あのボケも帰れへんから、燃やされる、燃やされるしかないから、あいつにして。あったー、ちょっと、やめて。こいつ、しでかすわ、俺のこと。俺のことしでかすわ。まだいっかな、あいつ。いる？それいるよな。死んだ？あ、死んだ。落ちて死んだ、ここは。ここね、これね。これでね。あと、おいよ、俺。え、渡ってきた、あいつ。あいつ渡ってきた。端っこ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。危ねえ。俺、パン食いたいのに、お前、ドア開けんなよ、お前。やめて、俺、パン食おうと思ったのに。んだよお前、ただただ単に家をリフォームするだけのつもりが飛んだことになっちゃってんね。ちょっとここガラス入れよう。あの野郎ほんとふざけてるわ。ちょっともういいわ、とりあえずあのサッカーもういいわ。あいつほんまたまらんわ。であの柵の端っこ歩いてきょんねん、あいつ生意気やわ。生意気すぎて。ちょ俺はね、ちょやめてほしい。あそこちょっと、あいつあのバカどもが来れないようにじゃしっかり通るよ。あ、これだ、見てね、あはははははで笑いたいんだよ俺は。バカどもがね吠えておるわぐらいの勢いで、これでやりたかったのにさ。俺が逆に爆発されて大変な目にあったよ、とこ、俺の後頭部のベランダね、後頭部のベランダちゃんとさあるやん、これこういうところ、あの安田大サーカスのクロちゃんのこの首んとこの肉みたいな出っ張りね、ここんところでみんなを笑いたいんだよ俺は。クロちゃんちゃうわ、ヒロや。安田大サーカスのヒロね、ヒロのね、後頭部の下の頭の下のね、ここではバカどもめって言ってたいんだよ、こうやってこういうところでさ、これないだろこのバカどもがってね。ここから狙い撃ちするぐらい、うわ開いて、お前の骸骨、ちょっと待って、狙い撃ちするなよ俺を。もういった、あいつほんとふざけてるな。対策狙わなあかんな。もうええわ、とりあえずもうええわ、屋根裏部屋作ろう、もうそこはええ。じゃあ朝になったあの焼け死んだよあのバカどもをね、残骸を、ね、引き取りに行こう、あとからな。でここが行ってどうやって上がろう、これを利用したいな、これな、どうせやったらな、これ利用しようか。これじゃあ1、2、じゃあ俺が上がりたいのはそこやからね、俺が上がりたいのはそこですよ。屋根裏部屋やからちょうどこの辺、この辺かな。快適な住まい空間をプロデュースするにはこの辺にしよっか。どうしよっかな、この高さはちょっと無理か、地面ね。これにしよっか、この辺でいいか。あの野郎ほんとふざけてやがるわ。上がり方よく考えなあかんな。よし、屋根裏部屋作っていこう。こうではない、こういうわけではない、こうではないな。はしごにしよう、はしごだ。屋根裏部屋といえばやっぱはしごだよね、やっぱり。ハウス名作劇場とかでやっぱり屋根裏ってはしごで上がってたもん。やっぱはしごで上がろう、はしごで上がろう、はしごがいいわ。そうするとどこにどうはしごつけるかやな。そうですよ、藁のベッドで寝るんですよ、藁の布団で。ハイジじゃないけど
よくもよくね、藁なんかで寝れたもんだね、あの時代の人らはね、あの時代の海外の人らはすごいよな。藁なんか寝れるわけねえっつうんだよ。寝れるかっつうのよ、藁なんかで。いい匂いしてたんかな。あ、痛い痛い。怪我するの。ちょっと待って。怪我するか。ここ一段だけやってやるか。その高さぐらいで怪我すんなよな。スペランカ並みやな。いいかもしれんね。ここね、ほら、もういいじゃない、ほら。天窓とかも作りたいけどね。天窓だけど、このバージョンの天窓はいらんか。この辺埋めていこう。この辺いらんわ。いらね。ああ、ここ出れんのかな。あ、出れるわ。あ、ここにじゃあ扉つけっか。扉をつけて、うん、いいですね。よし、お柵作りたいな、落ちひんように。バカどもが燃えてやがる。あ、だけどこれ柵ってこれ外側に柵できたよな、確か。これ怖いな、この柵の仕方。ほら、こうやってできんだよ、ここ。こういうね、ベランダっぽいやり方。よし。よし、縁ができたぞ。これで。んで。んでだ。で、どうすんだ？センター取りたいな。俺も登ってくれ。こうなりゃいよいよな。まだ土あったっけ。うわ、土18しかないやん。ダメだ、土が足りねえわ。じゃあいいことはもうしゃあねえな。ある範囲だけでやるか。一応湧き潰しとこう。はいはい。まあだってね、ゾンビトラップ、モンスタートラップみたいなの作ったりするんやけど、その時もやっぱりすごい高いところに作るから、そういうのも踏まえて今のうちからこういうことはやっとかないと。よしよし、とりあえずねこれでいいか。というわけで我が家できたんでね、いきます。よし、これアングルとこれか。よし、じゃあ行きます。いらっしゃい。こんな感じでね。あ、ちょっと待って、俺ここにね、もういきなり脱線かよみたいなね。あれ、なんかあ、中入ってたんか。かまど入ってかな。かまどね、俺ねちょっとここに置きたかったんですよ。ちょかまどをね、ちょ、これキッチンみたいなスペースやん、ここら。これね、2つ、もう1個またかまど置きます、そのうちね。大丈夫だったな。まあ、ここちょっとね、うちとしてはそういうとこ。うん。で、さあ、2階ですね。2階はこのような感じでね、耳の窓が2つ。耳窓ですね。耳窓があって、こちらが、まあ、これはね、もうあんま機能してませんね。うん。ちょっと上の方、天窓的なのでね。天井じゃないけど、上の方からね、光が入る。で、コレステロールかな、コレステロールの、まずね、首肉のベランダです、これ。ちょうどね、首肉のベランダ。ここはね、危ないです。そこにね、さっきクリッパー来てね、爆発して、あそこ穴開けられたぐらいね、ここにいることによって、うちの鉄壁の擁壁が破壊される可能性があるんで、まだここはちょっとね、まだ自由には使えません。でですね、こちらの方、屋根裏部屋の方に上がれます。はい、屋根裏部屋の方に、ね、上がります。屋根裏部屋このようになって、こちらのドアがありますね。はい、そうするとね、出れます。もうちゃんとしっかりと縁もね、こう落ちない対策、安全対策となっております。でですね、この上の方に、まあ煙突のように見えますけど、煙突では別にないんですよ、これね。まあ何でもないんですけど、ただのオブジェですね。もっと高さを欲しかったんですけども、まあちょっとそういうことはできなかったっていうね。あ、これちょっとこう放っておいたのかな。ちょ
そこに行かないよね。出口やからやっぱこういう感じにしとこうか。すっきりと、ね、出れるようにしましょうか。で、こういう感じで。はい。はい、こういう感じになってますね。自動ドアにしてもいいかな。うん、ここもまたね。まあ、この辺ももうちょっと装飾はまたね、また後にやります。というわけで外観の方最後見てね、終わりたいと、うん、思います。さあ、というわけで、我が家は、こんな感じですね。帽子かぶった。帽子かぶったみたいになりました。いやー、これ夜に見たいな。ちょっと進化したね、我が家。我が家も進化しました。ちょこやっぱキャラクターいる状態見よう。うわあ、ミノルや、ミノル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 にちょっと今外出てます。おそらくミノル、はい。こんな感じでね。ちょっと周りをずらーっと見ていきましょうか。こちら見れへんかな。はい、耳窓と。あら素敵な、あ、卵産んでるわ。ミノルの卵かな。無精卵やろな、一匹しかいいんから。ここね、首肉ベランダ、首肉ベランダですね。はい。こんな感じの、あ、ちょうどよくね、夜になってきた。夜になってきた、ちょうどよくね。ちょうどよく夜になってきたよ。素敵、素敵やわ、この家。ほら、結構ね、遠く離れていっても多分ね、目立つよ、これ、ほら。ほら、いいじゃない。いいじゃないの、これ、ほら。素敵な、素敵な家ができた。というわけで、アテマソ教会、家が完成したで。卵持ってっけど、アングル的にこんな感じですかね。こんな感じ。というわけで、家完成です。というわけで、とりあえず周りの堀をこれから掘っていきます。アテマソ教会でした。ご視聴ありがとうございました。